はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、占有権の消滅事由、民法203条について解説いたします。まず条文を読ませていただきます。占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、または占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときはこの限りでない。このように規定しているんですね。まず本文からいくと、占有権は下記いずれかに該当するときに消滅するよって書いてあるんですね。この1番もしくは2番に該当すると占有権は消滅するんだということが規定されています。まず1つ目が、占有者が占有の意思を放棄したとき、このとき占有権は消滅するよって書いてあるんですね。これ例えばなんですけども、私が占有していた家電があったとします。もうこの家電いらないからゴミ集積所に出しましたと。この場合、私はその家電の占有の意思をもう放棄してますよね。まあこういった場合ですね。こういった場合は占有権消滅しますよ。二つ目が、占有者が占有物の所持を失った時、例えば私が持っているパソコン、これを誰かに奪われちゃった。こういった場合ですね。こういった場合、私はパソコン、占有物の所持を失ってますよね。まあこういった場合も占有権は消滅しますよという内容が本文の内容です。で、正し書きの部分、正し書きでは、占有回収の訴えを提起したとき、この限りでないって書いてあるんですけども、これそのまま読むと、占有回収の訴えを提起すれば占有権は消滅しないと読めるんですけども、これについては実は判例があるんですね。最高裁の判例です。昭和44年12月2日の判例の内容なんですけども、この占有回収の訴えを提起しただけではダメで、勝訴をしてかつ現実に占有を回復した場合、占有権は継続していたものとするよと、占有権は消滅しないよと判例では言っているんですね。つまりこの条文に書かれている内容だけじゃなくて、さらにこれ勝訴をして現実に占有を回復して初めてその時占有権は消滅しないんだと、まあ、いうことになるんですね。この点ちょっと注意しましょう。つまりこのパソコンを盗まれた事例で考えると、パソコンを盗まれることによってとりあえず占有権失うんだけども、その後占有回収の訴えをします。で、勝訴判決をもらって現実に占有を回復したというのであれば、盗まれた後から勝訴をして現実に占有を回復するまでの間、この間っていうのは私は占有してないですよね。実際にはそのもの持っていないけれども、その間も占有権は消滅していないんだよとっていう話なんですね。条文では占有回収の訴えを提起したら占有権は消滅しないよって読み取れるんですけども、ここについては勝訴しなければいけないし、かつ現実に占有を回復しなければいけない、この要件も満たす必要があるんだということを最高裁の判決で言っているわけなので、占有回収の訴えを提起してプラス勝訴してプラス現実に占有を回復することによって初めて占有権は消滅しなかったということになりますので、この点注意していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。